はい、皆さんこんにちは、森です。今日はですね、カムのステップ、バックステップを作ろうと思います。前回トライアル者のポジションっていうところで言ったんですけども、やっぱりトライアル者ってね、独特のポジションなんですよね。で、まあカムなんかはもう圧倒的に座って乗るために作られてるんで、ステップの位置とかね、ハンドル位置っていうのがすごくね、重要になってきます。で、まあこれからカムを改造するにあたって、まあ立ち乗りのポジションっていうのにしていきたいと思います。早速ね、洗礼を受けてます。これね、20年外してないスタンドなんですけど、センタースタンドやね、スタンドのシャフトがね、全く抜けないんですよね。で、多分錆びて結構ね、なんか15センチぐらいのスパンで錆びてるみたいで、いくら叩いてもね、抜けなかったです。20年抜いてないスタンドやから、全く抜けへんね、このシャフトがね。困りました。で、まあどうなんでしょうかね、3センチぐらい抜けたんで、もう反対側からシャフトをカットすることにしました。ついでなんで、タンデムステップもカットします。バックステップのブラケットはスイングアームのシャフトからと、先ほどカットしたセンタースタンドのところの穴にシャフトを通して、取り付けたいと思います。ちょっとね、分厚かったんで、コンマ 5mm ほど、全体で1 mm ですね、ほど薄くしてます。本体にね、溶接するんで、ちょっと燃料タンクとかね、キャブ、ガソリン危ないんで、外しておきます。燃料タンクね、カブの外したことなかったんですけど、中こんなんなってるんですね。ブラケットの穴をぶつぼらしてね、パンチャーで開けたらね、ちょっとこんな風にぐにゃぐにゃに歪んでしまいました。まあプレスでね、修正するだけです。ステップの取り付けのブラケットステイはこれで完成です。で、この辺に、ステップをつけたいと思います。で、まあトライアル車ってね、大体ね、スイングアームのこうピポットの後ろぐらいにステップが行く感じになってます。で、今この叩いてるのはステップの取り付けの部分のコの字になる部分なんですけど、これがね、結構ね、こう L 型に曲げるだけやったらそんなに難しくないんやけど、これをね、この字に曲げるとなるとなかなか難しいです。
今取り付けているのがアンダーガードのステーですね。まあ、アンダーガードっていうのはね、下から石とかがぶつからないように。まあ、一般的に石っていうと小石とかをイメージすると思うんですけど、一応、まあ、トライアルなんで、このカーブで岩を乗り越えるということを想定してるんで、そのためのステーをつけてます。ネジ加工はカウンターシンクでやります。ですね、大きめのドリルとかでね食ってもサラネジ加工はできるんですけど、このカウンターシンクでやるとね、サラネジと同じ角度になってるんで、緩みにくいですね。オイルを抜くドレーンボルトの穴を開けておきたいと思います。サラネジがちょっと長かったんでカットします。旋盤のチャックに加えておくと楽ですね。で、ヤフーなんかでもねチャックだけで売ってるんで、こういうことをされる方はまあ買っておくと便利かと思います。はい、アンダーガードがねだいたいついたね。まあちょっと今緩めてあるんやけど、アンダーガードの間にねゴムを挟みます。こういうね改造車の場合は僕はこういうなんかのスリットの入ったね、こういうスリットの入った対衝撃のゴムを使ってます。これはホームセンターで売ってます。